ではみんな、こんにちは。前回に続いてマインクラフトをやっていくよ。前回聞いたのは初動でジャガイモ拾った感じだったね。今回は天然ゴムのために大陸でも探すの？そうそう、大体そんな感じだよ。あとはちょっとした設備やネザーと黄昏の森に行けるようにする予定だよ。ともかく、早速だが朝になったら海に出ようか。いくらノーマルモードといえど、外で何があるかわからんから鉄装備を作っておくよ。ないよりあった方が何倍もいいからね。その一着で生死が分かれる事例とかよくあるからね。切れるのであれば来た方がいいと思うわ。あと盾も作っておかないとね。さらなる安全性を求めたい。安全第一って、いいよね。さてボートを作って海に出ようか。見どころがないうちは超倍速するよ。あ、なんかのモッドで追加された海賊船じゃん。スポーンブロックとか羊毛とかの宝庫だね。後々経験値トラップに使えそうよ。ここを前回言ってた海上プラントに合併させるか、スポーンブロックを回収するか迷うな。羊毛とか回収するからちょい倍速しようか。一応天井開けて昼間は湧きにくくしとこう。十分な数の松明がなければ直接湧き潰しできるけどね。さて、もう十分かな。次の良さげなとこ行こう。あれは油田と。島の方にゴムの木があるわ。早速行ってみよう。うむ、苗木を回収すれば半永久的にゴムを作れる。もう電子回路に困ることはなさそうだ。これを精錬すると天然ゴムが1個、抽出器を介して生成すると3個天然ゴムが取れるよ。せっかくだし、他のとこも回ってみようか。大陸とかあったらいいわね。地表にある油田とかだと回収しやすいし。ここでは超倍速に飲まれたけど、海底神殿もあったぞ。そうしているうちについに新大陸を発見したぞい。おお、かなりの距離の海行ってようやく見つかったね。完全に広がる断崖絶壁、まさに大陸って感じする。さてさて、この近辺には何があるかな。お、まず油田が1個。やったね。あとはポンプとスターリングエンジンを持ち込めば回収できるね。早速上陸してみよう。この大陸には他に何があるかな。あ、メイドさんおる。いずれ景気の量産体制を整えときたい。ひとまず、新大陸に上陸だ。なんかすっごく楽しみな気分。今度の大陸はどこまで続くんだろうね。あれ、油田が近くにもう一個あった。待ってこれ3つない？もうこれ実質石油王じゃないの。かなりすごいとこを見つけてしまった。石油回収できるようになったら回収しちゃおうか。遠征はこんなもんにして拠点に戻るかな。ある程度天然ゴムができたね。こっからは本格的に発電と電化製品を作っていくよ。今ちらっと見えたが鈴の起伏電線ができたよ。起伏してあるから感電の心配はなさそうね。そんで発電機のための充電器も作っておくよ。鈴起伏電線と鈴製かな枠、レッドストーンで充電器の完成。中間素材だけど、電気を貯めてこれ単体で機械を動かすこともできるよ。そろそろゴムが足りなくなりそうだし、先に抽出器を作っとこうか。起伏銅ケーブルと鉄板、レッドストーンで電子回路、これがあると大体の機械が作れるよ。このさらに上に発展回路とかあるらしいけど、今は気にしないでいいぞ。さてさて、機械作るか。鉄かまどと鉄板3枚、充電器で。みんな大好き、火力発電機の完成。お、ついにこの世界にも電力の概念が生まれた。これで一気に便利になり始めそうだね。手始めに天然ゴム生産設備を整えようか。抽出器のレシピはこんな感じか。もう完成。さてこっから機械組んでみるか。発電機と電線と機械を置いていくよ。近づけても電気は通るけど、せっかくあるんだから使っておいて損はないよ。それに見た目的になんか良さげだし、繋がってる感じがあるから私はケーブル経由の方が好きかな。早速動かしてみようか。今回はゴムの木の原木からゴムを得るよ。樹液の方は苗が成長するまで待ってる感じ。まだ植えてなかったから植えておきましょう。育つのが楽しみだな。育ったら葉を刈り取って樹液を取りやすくしたり、さらに苗木を得たりしようか。さーて、抽出器はどんな感じかな。うまくいってるかな。待ってる間に自動搬出機構を組み込む準備をしておきましょうか。スパイクとレッドストーンエンジンだね。でも私は木エンジン派かな。マインクラフトと出会った時の動画で木エンジンバイオームなると尊きものがあったし。あ、なるほど、鉄エンジンバイオームってそういう。それは一旦置いておいてだな。この後はいろいろ組んだりするのでカット。ひとまずこんな感じに組んでみたよ。自動搬入は今は必要なさそうだから省略しといたよ。それほど大量生産する理由は今はないし、いずれは様々なものを自動化できたらいいね。というわけで、破砕機の完成でございます。これで鉱石を2倍にできるよ。鉄やら鈴やら大量に要求されてもこれで大丈夫そうね。早速稼働させてみよう。よしよし、電力は無事に入ってるっぽいな。何か手頃な鉱石を入れておこうか。鉄鉱石入れときましょう。今後めちゃくちゃ必要になるわ。了解。これで破砕が始まって鉱石の粉が2個ずつ手に入るわけだ。それまでに軽く自動搬出回路を組んどこう。今はエンジンとか作ってるね。それと鉱石粉砕に関しては自動搬入できるようにしておこうと思う。パイプだと流れすぎるからホッパーでストップをかけるようにしておくよ。テストプレイにそれに気づいた時すんごい感動してたと聞いたわよ。いずれ必要なら自動加工機構も組んでみたいね。ところで、テストとパイプが繋がって欲しくない時あるよね。そういう時は構造パイプをクラフトした後もう一度それをクラフトしたパイプ線を張るとその方向に流れなくなる。似たようなことを鉄パイプでできなくはないが、私はこっちの方が見た目的にも好み。あれはクアリーとか隣り合ったパイプラインの整理に使った方がいいと思う。稀にうっちてた
入していかないことがあるみたいだし、それで溢れた日にはパソコンの処理が大変なことに。考えるのは今は予想、今は前を向けるんだから前向きに考えよう。投稿しているうちに簡単な加工システムが完成したね。この後はついに隠しゲートを作っていくぞい。はい、黄昏ゲート完成。今日は装備もないし覗くだけにしておくよ。じゃあ早速行ってみよう。ここが黄昏の森か。ネザーよりかは明るい感じかな。常に夜みたいな世界だからモンスターの湧き方に気をつけないとね。まずは地図にマーキングして周囲を見てみましょうか。ここの位置忘れずに記録しないと私絶対迷うからね。名前は適当でいいがポータルだとわかるようにはしておこう。せっかく来たんだし少しだけ探索してみる。黄昏の森独自の木があることとかを含めても現世とあんま変わらんかな。ということは通常の鉱石もあるだろうし、やはりクアリーで掘り抜くべきかな。つまり世界単位で資源が実質2倍以上になってること？そういうことだぞい。まあいきなり掘り抜いても効率悪いからひとまず亡霊鉱山から侵略を始めようかな。岩盤単位で根こそぎ分取ってやる所存です。さあ、また一つのディメンションが消されていく。といったところで、黄昏の森の体験および本日の動画はおしまいです。それでは、次回をお楽しみに。チャンネル登録お願いね。ご視聴ありがとうございました。